スピリチュアルテクノロジーは通常アメリカを代表する作家、冒険家であるエルロン・ハーバードによって創設されたサイエントロジー協会の哲学体系、または人の幸福や健康に関わる心の状態、及び能力の回復と向上を意図した後半にわたる精神的技術の総称サイエントロジーの提唱する人の精神及び心の状態を 回復向上する技術はもともと1950年にハーバード氏が執筆したダイアネティックス心の健康に関する現代科学に示された心の構造についての詳細を述べた理論と治療に関する技術的方法論を基礎に置かれている心の科学としてのダイアネティックスから人生を主題とするサイエントロジー宗教にまで発展する中で作られた膨大な技術や理論を人は 道具として適用することによって、自己の人生、家族、仲間といった社会をより快適に創造していくことができるようになるという。ハーバード氏のこのダイアネティックスという心の構造の発見は、他の自然科学に比して、著しく、遅れをとっていた宗教哲学を含む現代における文化人類学に対して飛躍的進歩をもたらすものだと述べた。つまり、 フロイドの無意識の発見以後、停滞していた心の分野において、その無意識の構造と、具体的な治療方法とその効果を証明した。しかし、後に、ダイアネティックスの所有権を、米国政府への譲渡を拒否したことにより、また、ハーバード氏が自ら創設した、サイエントロジー協会の管理下に置いたために、これらの技術は、以後、心理学の分野に組み込まれることはなく、 ダイアネティックスはサイエントロジーと同様に医療行為ではない。あくまでも人に精神的向上をもたら宗教に関わる一つの技術として認識されるようになった。ありがとうございます。